新田次郎、新田次郎、新田次郎、本名、藤原宏と、1912年6月6日から1980年2月15日は、日本の小説家、気象学者、無線電信講習所、現在の電気通信大学卒業。長野県諏訪郡城諏訪町、現在の諏訪市角間神殿に藤原美子、ディエの次男として生まれる。ペンネームは、 神殿の次男坊から、神殿を、新田と読み替え。旧清諏訪中学校、現在の長野県、諏訪清史両高等学校、無線電信講習所本科、現在の電気通信大学の母体、神田電気学校、現在の東京電気大学の母体卒業。八光田山市の方向など、山岳小説の分野を開く。登山好きの金城天皇特人は愛読する。 作家として知られる。1956年、昭和31年、協力伝で、直木賞。1974年、武田信玄等で、吉川英治文学賞受賞。おじ、父の兄に、気象学者、藤原崎平。妻邸は作家。次男雅彦は、数学者、エッセイスト。長女の咲子も、家族を書いた小説を発表している。父方のいとこ。 おばの長男に、ハリウッド化粧品創業者の牛山清人、1880年、明治13年創業で、現在も続く新橋のすき焼き専門店、今朝は、親戚で、父方の祖母服の弟、藤森勝三郎が、初代、重慶の養子となって、後を継いだ。初めての小説は、1942から45年の間に書かれたと思われる。 藤原博士の筆明の自伝小説、ヤギで、原稿用紙7枚。内容は、反省を振り返る抑留生活の辛さと、今後作家として活動していきたいという決意の表明となっている。帰国後は、叔父の先代ら、気象の第一人者が、公職追放されるなど気象台自体が組織として混乱しており、気象台は、バラック立てで隙間風が吹き抜ける状態で、給与も、 ビビたるもので大変なィ窮ぶりであった。手始めにアルバイトとして、教科書の気象関係の執筆を引き受けた。この頃、ジュブナイル小説、調整創建の秘密、キツネビなどを表したが、観光はされなかった。1949年に、妻、テイの書いた、流れる星は生きているが、ベストセラーになり、映画化もされ、とても生活が助かったため、さらに、 作家活動を考えるようになる。気象職員として最も知られている仕事に富士山気象レーダー建設がある。これには1959年の伊勢湾台風による被害の甚大さから広範囲の雨雲を察知できるレーダー施設の設置要請を受け無線ロボット無料系で運輸大臣賞を受賞するなど気象測量機の第一人者にして 高山気象研究の専門として携わった。富士山気象レーダーは当時世界最高、高度、世界最大であったため、同レーダーの完成後はそのノウハウを国際連合の気象学会で説明するなどの公務に明け暮れた。この時の体験をもとにして書いた作品が小説富士山町である。小説の解説が会計検査院の定期紙、会計と 監査に題材として連載された。またこの工事に関しては、NHK のプロジェクト X 挑戦者たちが1回で取り上げられた。1966年3月31日、分泌一本に絞るため気象庁を退職したが、この決意に至るまで、果たして作家業だけで食べて行けるのか、6年後の定年まで待つべきか、など大変応能したという。また、 退職に際しては、気象庁から繰り返し強い理由を受けたという。新太の小説は緻密で、小説構成表、年表のように縦軸と横軸を設定し、人物の流れを時系列に当てはめたものを先に作成してから執筆に取り掛かっていた。芝良太郎が新聞記者であった頃原稿執筆を依頼しに行ったが、依頼を受けることができない理由として、勤務時間、 執筆時間、病気になる可能性などをしっかりと並べて断ったと言われる、山岳小説、時代小説を問わず、現地取材を欠かすことはなかった。映画化された、発甲大山市の方向や、生殖の日などに見るように、新田次郎の山岳や気象、地形に関するリアルな筆致は、他の作家の追随を許さない。また、大学山岳部関係者主体で、 極地方を重視した日本山岳界とは一線を画し、社会人を主体とするプロのクライマーを急行して、先衛的登山によるヒマラヤパッセンメートルボン登頂を目指した第二次 r c に賛同し、マッターホルン北壁日本人初登頂の吉野、光彦をモデルにした小説、栄光の岩壁、アイガー北壁に挑んだ二人の日本人登山家の実名小説。 アイガー北壁を描くなど登山家との交流もあ、いわゆる山岳小説家の代表とされる。しかし、新田自身はそう呼ばれることを大変嫌っていた。むしろ歴史小説である武田信玄が最も気に入っており、続編である武田勝頼、さらには続々編、大久保長安を執筆するほどの入れ込み用であったが、その執筆中に亡くなった。夫人の手も、 自分の健康を顧みないほどの執筆態度をかなり心配していたが不幸にも予感が的中したことになる。また NHK 隊がドラマで映像化されることを熱望していたが生前に実現を見ることができなかった。彼の作品は山岳小説をはじめとする夢と挑戦をコンセプトにしているが題材として歴史上の人物や科学者や技術者 また強い意志で道を切り開いた人物を描いた、人物伝、公害やリゾート発などに伴う問題を取り上げた、作品、海外での経験を生かした、作品、科学者としての作品などを多彩に撮った。ビーナスラインに関して、霧の子孫たち、旧青諏訪中学の一級先輩で、考古学者の森栄一がモデルに反対を示したことは、自然保護運動を盛り上げさせる契機となった。 新都の旧生後には、スイス・ユングフラウ地方の自然を愛し何度も、訪れていた思いを受け、アイガー、メンヒ、ユングフラウ三山を望むクライネ・シャイデック駅の裏手の、丘に、墓碑記念碑が作られた。諏訪市図書館の2階には、新田次郎記念室というコーナーが設けられており、取材で山に登った時の遺品や、本人や、家族の著作や蔵書が、常設展示されている。 生前の書斎も再現されている。また、お天気博士として親しまれた、おじの藤原崎表記念室も併設されており、蔵書を中心に、共像、遺品、牧石などが、常設展示されている。第1巻、第2巻、第3巻、第4巻、第5巻、第6巻、第7巻、第8巻、第9巻、第10巻、第11巻、第12巻、 第13巻、第14巻、第15巻、第16巻、第17巻、第18巻、第19巻、第20巻、第21巻、第22巻、第1巻、第2巻、第3巻、第4巻、第5巻、第6巻、第7巻、第8巻、第9巻、第10巻、第11巻。がの山の映画が岩棚に立つ女が企画されたが、実現していない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。